暑いところで作業をしていると熱中症になることがあり2018年日本では28人が職場での熱中症によって死亡していますここでは熱中症対策について詳しく説明します熱中症になりやすい環境は主に夏の屋外や 風通しの悪い屋内の事業場などです。暑いときは、喉が乾かなくても水分や塩分を取ったり、定期的に涼しい場所で休憩しましょう。涼しい服装も重要です。その日の体調や持病などによって、熱中症になりやすくなることがあります。持病や体調について、 管理者に伝えておきましょう。もしも自分や同僚が熱中症にかかったら病院に行く救急車を呼ぶなど重症度に合わせて適切に対応しましょう重症度1度では手足のしびれやめまいなどの症状が現れます涼しし、いところで一休みし 冷ややしした水分や塩分塩を補給します誰かがついて見守りよくならなければ病院へ行きましょう重症度2度では気分が悪くなる頭痛吐き気などの症状が現れます早めに病院へ行きましょう重症度3度で見られる症状は 意識がなくなる、痙攣、発熱などです。救急車を呼び、最寄りの病院に搬送しましょう。熱中症の発生には、環境要因、作業要因、衣類要因、時間要因、人体的要因があり、さまざまな面から熱中症を防ぐことが重要です。 熱中症を予防するためには、作業環境がどれだけ熱中症になりやすい状況なのかを知る必要があります。そのために導入されている指標が、厚さ指数、WBGT 値です。WBGT 値には、気温、湿度、輻射熱、風速の要素が含まれます。 W. B. G. T. 値が二十八度 C. から三十一度 C. は厳重警戒。三十一度 C. 以上は危険とされています。W. B. G. T. 値に注意を払いましょう。作業場所やその付近。休憩場所には。現場によって。さまざまな熱中症対策が施されています。 氷やおしぼり扇風機の利用や水分や塩分の補給などを適宜行い熱中症を予防しましょう作業の休止時間や休憩時間はしっかりとるようにしましょうまた炎天下での作業など暑さが厳しい場所での連続作業は責任者に相談するなど 作業時間の短縮に努めましょう急な暑さは危険です徐々に体を暑さに慣れさせるように努めましょう喉の,の渇きに関かかわらず作業の前後、作業中など定期的に水分を取りましょうここで問題です熱中症対策のため 水分のほかに摂取するべきものは何でしょうか答えは塩分です定期的に塩分を取りましょう服装は通気性のいい作業着を着用しましょう送風機能のある作業服やクールベストも着用しましょう 直射日光下では通気性の良い保護棒を着用しましょう糖尿病や高血圧症などは熱中症発症に影響を与えます持病の管理に努めるとともに定期的に健康診断を受けましょうまた睡眠や朝食の摂取など日常の健康管理に努めましょう